金貸しを神殿から追い出すキリスト。金貸しとは、通貨を必要としている個人、または事業者へ、その返済において、貸付金以上の返済を約束させ、通貨を貸す行為、及びその行為をする個人、または事業者のことである。公害な金利を取る金貸し業やその業者を氷貸しと言う。金貸しは、古代に貨幣の使用が始まると、それに遅れることなく、 始まった職業であると思われる。社会的動物としての人間の社会が高度に専業化した結果、様々な生産活動の産物の交換が行われるようになった。この多岐にわたる現物交換の不便を補うものとして、約束手形のような代用貨幣の利用が始まった。この代用貨幣の使用によって、社会の経済活動は一層活発になり、結果として、 貨幣を蓄えた者や貨幣を必要とするものが出てきた。そこで貨幣に対する需要と供給が発生し、金貸しが始まった。このように、金貸しは必然的に自然発生した職業であるが、古代から金貸しは良くないものとみなされており、各宗教の聖典では利息を取る金貸しを批判しているほか、古代、中国などの国家で金貸しは禁止されていた。ただし、 儒教の教典は利息を取ることを禁じておらず、古代中国では、先進時代に、すでに氷菓子が存在していた。ヘブライ語聖書では、ユダヤ人への金貸しは法仕であるべきで、無利子と定められていたが、イスラエル以外の民へは有利子が認められていた。古代ローマでは、紀元前の共和制ローマの時代には、いかなる利息での金貸しも禁止されていたが、帝政ローマの時代になると、 規制された利息での金貸しが認められるようになった。平成ローマでは金貸しはほとんどが裕福な個人によって行われており、銀行のような金融業は存在しなかった。当時の利率は年率42%、小売の場合は24から48%であった。この中間利率のない設定は年率を月率の12倍として計算していたためと思われる。平成ローマ期に キリスト教が普及すると、古代ギリシアや古代ローマの哲学や倫理学に基づく金貸しに対する認識は宗教的なものに置き換わった。キリスト教では、紀元325年の第一、二回アコ会議において、聖職者が氷菓子に関与することが禁じられた。キリスト教における富、EN、ユジャーも参照。七世紀に誕生したイスラム社会では、コーにおいて、 すべての氷菓子が禁じられている。10世紀後半のアップアース長は国家財政を補うために税金を担保として金融御用商人から氷で融資を受けた。この場合の金利はイスラム法で禁止された利子ではなく合法的な利順であると解釈された。こうした金融業者はイスラム教徒よりもユダヤ教徒やキリスト教徒が多かったとも言われる。 中世ヨーロッパのカトリック教会においても、旧約聖書新明紀23時19分 -20 の兄弟に利息を取って貸してはならない。4世紀のアンブロジウスの資本を超えたものを受け取ってはならないという教えから、神徒間で利息を取ることは、競技場を禁じられ、この競技はグラティアヌスの教会法に入れられた。これに違反したものは波紋と定められ、 世俗法廷に引き渡される者もいた第三ラテラン公会議では、多くの人がまるで許されているかのように金貸しを営んでいるとして、これを非難し、氷菓子を破門にして、秘跡やキリスト教徒としての埋葬を受けられないように、すべきであるとの協力が発布された。第四ラテラン公会議では、氷菓子が規制されているキリスト教徒をユダヤ人氷菓子から保護するためとして、 ユダヤ人隔離の方針を定めた。すでに11世紀末頃からユダヤ人は氷菓子として避難の的となっていたが、これ以降ユダヤ人の職業選択の余地がなくなり、金融業を営むユダヤ人が増えた。11世紀から13世紀の進学者は、それまで良くないことだとみなされていた金貸しが、なぜ悪いのかを論理的に証明しようとした。このように金貸しは、 表向き禁止されていたが、一方で投資は許容されていた。金貸しと投資の違いは、投資は投資先の事業に参加するわけで資金の、回収はその事業の結果によるが、金貸しは、その意味でのリスクは負わない、ということである。また、事前事業として行われる金貸しでは、手数料などの徴収は認められるようになった。13から14世紀のイタリア商人は、 教会や世俗君主に貸し付けを行い、謝礼という形で事実上の利息を取った。このように、世紀中世に次第に活発化する公易などの経済活動において、利子を取るための様々な便宜上の方策が取られるようになり、中世末期には氷貸しが公然と行われるようになっていた。教会は建前上は金利を取ることを禁じていたものの、 商人との取引において実質的にはこれを容認する形となった。フランチェスコ海が十五世紀に開設した氷菓子に代わって庶民に金を貸す公益シチアも年利十パーセント程度の利子を取った。メディチ家などのイタリア商人は銀行家として台頭し、大々的に金融を担うようになった。両替商は貨幣の交換率の差から生じる事実上の利子を徴収したが、 神学者たちはこれは禁止されている利子ではないと解釈した。ただし、商人は時間を打って儲けを得ているとされ、時間は神のものであるというキリスト教的観点から問題視された。詳細については利子の項を参照。13世紀のイタリアの神学者トマス・アクイナスはアリストテレスのニコマコス倫理学に基づき、貨幣は内在的価値を持たないので、 それを貸すことにより利益を得てはならないと定めた。この思想はトマス主義としてドミニコ会に受け入れられ、16世紀にはイエズス会に引き継がれた。このトマス主義ではお金を貸すことにリスクが伴い、貸すことによって一出利益が生じる場合は利息を取ることを容認していたため、利息の禁止を厳密に運用することが困難であった。17世紀には プロテスタント各国で徐々に緩和され、最終的には撤廃された。初期近代の16から17世紀には、カトリック教会の影響力が衰え、各国が絶対王政を確立した。それらの国は国力を競い、重商主義を掲げ、国富増大に邁進した。それに伴い経済活動も拡大し、富の集中が加速され、持つものと持たざる者の,の格差が広がった。 続く18世紀以降の産業革命では、それまでの地域社会での受給の均衡を大きくしのぐ生産性の向上が見られ、資本主義が台頭した。この時期になると様々な経済学者による資本や金融に関する研究が始まった。その間イギリスでは1545年に利息を伴う金貸しが許可された。7世紀頃の文献に金貸しに関する記述がある。これは、 和道開賃の発行以前のことであるので、中国から輸入された貨幣の貸し付けと思われる。江戸時代には幕府によって利息の上限は年率20%と定められた。金貸しにはネガティブな印象が古代よりあるが、資金の流動性を高め、様々な経済活動を加速発展させているのも事実である。金貸しが事業として成立するためには、リスク管理。 コスト管理が必要であり、貸付に再資担保や利息が伴うことになる。また、各産業の巨大化、その資金需要の拡大に伴い、金融業も拡大してきている。20世紀、21世紀初頭の大恐慌の際には、過度に流動性を持った金融の拡大が原因の一つとみなされ、社会的にも政治的にも金融機関への厳しい目が向けられ、 各種の規制が導入された。一方で、これらの金融規制は、景気回復及び産業の発展を阻害するため、不況に対する施策としては逆効果な面があり、バブル崩壊による初期の混乱が収まり、経済が回復基調に入ると、しばしば金融緩和策が取られる。16世紀のシェイクスピアのベニスの商人における金貸しは、近代的銀行制度が、 まだ確立しておらず、無法な氷菓子が横行していた当時のイングランドの世論や風潮が反映されており、シェイクスピアの金貸し館は現在でも議論の的となっている。貸金を返済することができなくなった場合、主人公の親友である商人、アントーニオの肉をそがなければならないという氷菓子の冷酷非道さを強調した描写がなされている。そこに登場する 氷菓子の人物の名は、シャイロックであるが、英語では俗に、無慈悲な氷菓子を指して、シャイロックという言い回しが使われるようにもなった。水上博明新潮新書、金貸しの日本史、新潮社 ISBN 978から4から10から6196から3。ありがとうございます。